皆さんこんにちは、アミルーズです。今回なんですけど、タイトルにもあるように妻に内緒でバイクを買ってしまいました。ということで、これから静岡県にある UAS さんという絶版車を数多く取り扱っているバイク屋さんに引き取りに行きます。現状バイクを3台所有しており、置き場がほぼない状態です。妻にとっては邪魔なものになっているバイクをさらにもう1台内緒で購入してきたら、妻はどんな反応をするのでしょうか。ぜひ最後まで見届けていただければ幸いです。僕のことが初めての方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。アミルーズと申します。もともと車やバイクがとても大好きで、昭和の古いものも大好きなアミルーズが、電車を見ずに購入した CB750 フォアの改造整備走行動画などをメインに配信させていただいております。世代は全く違いますが、 CB は七飯ライダーという漫画が好きなのと、 CB が現役時代にやんちゃな人が乗り回していたその当時のスタイルに憧れて、乗りたい、改造したいの一心で購入しました。素人であるアミルーズが整備も含めノーマルからコツコツと改造し変化していく CB の様子を楽しんでご覧いただければ幸いです。これからも配信してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。では今回、なぜ妻に内緒で購入したのかということですが、日頃から今現在所有しているバイクが邪魔だと言われていて、さらに追加となると何を言われるかわからないからです。反対されるのは絶対なので、内緒で購入するしかないとの決断に至りました。CB750 フォア、 CRF250L、 さらにはロードバイクもあり、しょっちゅう乗らない3台が妻にとっては邪魔なものになっているのです。そこにもう1台プラスとなると、いろいろと文句を言われて、欲しかったはずの自分のテンションも下がってしまいますし、そこまでして欲しかった理由ですが、以前よりずっと欲しいなと思っていたバイクで、絶版車ですし、全国で検索しても中古車の玉数が少なく、これだと思うのがあれば買っておきたかったからです。使用用途についてですが、ノーマルで乗るのではなく、こうしたいと強く思う理想のスタイルがありまして、塗装してパーツ踏んで見た目よし乗ってよしのバイクに仕上げるのが目標です。やっと到着しました。こちらは静岡県にある UAS さんという絶版車を数多く取り扱っておられる大きなバイク屋さんです。店内にはお客様から預かっているバイクがたくさんあるので、撮影の方はできないんですが、販売している車両や社長様の車両は撮影をしていいというふうに許可をいただいていますので、後ほど撮影させていただきたいと思います。こんばんは、お世話になります、アミルーズと申します。バイクを引き取らせにいただきに来ました。こんにちは。じゃあ、はい、アミルーズと申します、はい、こちら名刺とステッカーです。あー、 YouTube してます。はい、すみません、お願いします。で、はい、こちらがナンバープレートと申請者の方になりますんで、ね、はい、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと確認しますね。はい、先にナンバーだけつけちゃいますね。あ、はい、お願いします。購入したバイクはじゃん、スクーターのジュリオになります。すごく可愛くてずっと気になってました。で、今回インターネットでいろいろ探してたんですけども、数も少なくなっているせいか値段も高いやつがたくさんあって、なかなか思うものが見つからなかったのですが、今回こちらの UAS さんで格安にて購入させていただくことができました。空バイク見ても全国で10台ぐらいしか出てこなくて、はい、全然ないんですよ。意外とないものなんですね。そうなんですよ。中にはなんか20万ぐらいする車両とかもあったりして、それはちょっととてもじゃないけど買えないなって。こちらの UAS さん、この車両6万円だったんですけども、6万円っていうのがもうこれしかないなっていうぐらいの破格だなっていう感じで、もう即決させてもらおうかなっていう。はい、まあ、やっぱ値段の理由っていうのは、はい、やっぱもう塗装のクリアがだいぶ上がってて、はい、エアがなかったりだったり、はい、マニアの方結構多いんで、やっぱその分の価格っていうのは
大体あるとは思うんですけど、はい、まあ、そこまで高く設定するっていうのもちょっとどうなのかなと あったり、これまあ2ストロークっていうのもあるので、はい、なんていうんですかね、2ストロークをこう分かった上で乗るのと、はいはい、ただのバイクだっていうだけで乗るのだとやっぱり全然違ってきちゃうので、はい、そういう時にやっぱ2ストロークを分からない方だったりして、はい、乗った時にうまくかぶっちゃってとか、はい、そういうのが多分分からなくなって、はい、壊れちゃったとか思っちゃう人もいると思うので、はい、なんでそういうそうなった時にやっぱこう安く高く買ったのにみたいなのもありますし、はいはい、今回ね、自賠責保険を5年つけても10万円でお釣り来るぐらいだったと思うんですけども、ね、はい、前後タイヤを新品にしていただいてるんですよね。そうですね、前後タイヤ新品で、はい、でじゃあとキャブレター周りだったり掃除していただいたり、ね、はい、シート張り替えとグリップも新品というところです、ね、わーエアフィルター、はい、あ、そうですね、それも新品にしていただいてますもんね、はい、それでこのお値段です。いやー、かわいいな。この辺だけ、はい、サビがすごかったんで、はい、一回削ってでボソボソは取れなかったんで、はい、ちょっとミッチスプレーになったんですよ。いや、そうですよね、なんかすごい綺麗になってると思ってお写真は結構サビサビやったんで、はい、まあ、お値段もお値段やったんで、もうそれはもう自分でどうにかするしかないなって思ってたんですけども、めちゃめちゃ綺麗に磨いていただいて、やっぱボディーの肌はなるべくオリジナルなので、はい、ホワイトの部分はまだクリアがいいんですけど、雨ざらしというか、はい、やっぱ当たってなかなか水が弾かない部分ですかね、はい、そういう部分に関してはそんなにコンパウンドを完全に磨いているので、わあ、本当にこの度はどうもありがとうございました。どうぞ、ありがとうございます。遠くから本当に、いえ、とんでもないです、ありがとうございます。じゃあこの子を連れて帰ります。うわあ、これで北海道走り果たったんですか。社長の、こっから北海道までこれで。そうですね、大洗まで多分はい走ってフェリー乗ってって感じで、うわー、からぐるっと回る感じです、ね、まんまこの状態で、わー、あー、こんな貴重なの本当にありがとうございます。これウインカーとかも当時物とかなんですかね。そうですね、あー、すごい。うわ、この GS すごい。これメルバのキャストオリジナルのスイングアーム。うわー、かっこいい。わざわざちょっと出していただけるみたいですわ。いや、実はね、プラモデルでこのカラーのやつ作って持ってるんすよ。かっこいいですよね。かっこいいです、このカラーね。オリジナルなんで、社長に借りてるんですよね。はい、まだ台数が上がってこないので取れてないんですよね。の方を見せていただけるということで、今から行ってみたいと思います。わあ、しか出ないですすごい、宝の山ですね。ぜひ次回はこっちの方も、はい、いや本当に今日はありがとうございました。どうも、いえ、すいません。お店の方に手伝ってもらって乗せることができました。かっちり固定してもらってます。これで今から奈良に帰ります。
はい、それではですね、自宅前に到着しました。早速妻に報告しようと思ったのですが、到着が夜中になってしまったため、明日改めて報告しようと思います。果たして妻はどんな反応をするのでしょうか。はい、やっとこの時がやってきました。今すごい緊張します。なかなか言おうと思っても切り出せなくてドキドキしてます。ちょっと勇気を出して言ってみようと思います。何？ちょっと今時間ある？あるけど、あのプレゼント買ってきた。何？え、車の中に入ってる。何のプレゼント？うん、ちょっと待って開けるわ。え、嬉しがります。ちょっと待ってやるか。はいはい、はい、うん、はい、はい、いいよ。何？これママにプレゼント。いらんけど。何？いや、あのほら、これあの。何すんのこんなん。ん？ちょっと今はね、時期的に寒いからあれやけど。あのその間綺麗にさ、可愛くアミルスのあの色塗って、なんかの番組じゃないけど現地でこうちょっとプラッと走りに行ったりとか一緒にするっていう。あのバイクとこれで行くの？いやほら、あの現地はもう一台ほら実家にさあるしさ、うん、なんか面白いやん、楽しいやん、なんか。これまでいいかな。出そうか、見る。はい、そんな時間ない。何だそれは。お家の中に入っちゃいました。可愛いと思うんだけどな。怒られはしなかったんですけども、やっぱり興味がない感じで喜んではもらえませんでした。バイクを買ったことに今の心境をお願いします。心境も何もない、何の感情もない、ただただいらんっていうだけ。はい、ということで今回の動画、妻に内緒でバイクを購入しプレゼントしてみる、いかがだったでしょうか。妻にはこの最後の部分への出演は断られてしまいました。内容的には値段の高い安いに関わらず様々なリスクがありますので、環境や状況をよく考えた上で購入するのがいいと思いました。下手すると取り返しのつかないことに発展してしまう可能性もありますので、今回のようにプレゼントにしてみるは別としても、ダメ元でもご相談されて奥様の了解を得てからの方がいいのではないでしょうか。今後はあのジュリオを可愛くいじって妻に気に入ってもらうことができるのか、乗ってもらうことができるのかどうか、この先どうなるのか、皆様に楽しみにしていただけたら幸いです。他にも様々な面白いことをやっていきたいと思っております。この動画が良かった、この先が見たいと思う方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。アミルズでした。